大腸菌、ルーバヘリカーゼの立体構造ヘリカーゼは、核酸のリン酸エステル骨格に沿って動きながら、絡み合う核酸をほどく酵素の総称である。すべての生物に必須であると考えられる。DNA の2本鎖をほどくものを特に、DNA ヘリカーゼ、RNA の二次構造をほどくものを、RNA ヘリカーゼと呼び、一方、構造上はヘリカーゼに類似しているが、 DNA 上を動くだけで核酸をほどかないものは DNA トランスロケースと呼ぶ。DNA 複製、DNA 修復、DNA 組み替え、転写、翻訳、スプライシングなど遺伝情報を扱う様々な過程で対応している核酸をほどく必要がある。そこでヘリカーゼは ATP や GTP を加水分解して得られるエネルギーを使って塩基間の水素結合を解消し、 DNA の二重螺旋や二次構造を劣った RNA などをほどく働きをしている。ヘリカーゼは片方の鎖に沿って種類ごとに決まった方向に動きながら働く。様々な過程で拡散をほどく必要があるため、それに対応して一つの生物にはかなり多くのヘリカーゼがあり、例えば DNA ヘリカーゼは大腸菌で14人で24が知られている。 また逆にあるヘリカーゼの果たす機能は直接的なものから間接的なものまで様々である。例えば DNA ヘリカーゼの場合、直接的には DNA の複製の際に2本鎖の DNA を1本差にすることによって DNA ポリメラーゼが DNA に結合しやすくするという役割を果たしている。しかし、ウェルナー症候群という早期老化症において、 本酵素の遺伝子が損傷していることが知られており、相動性の高い DNA 同士が互いに絡み合ってしまった場合に、それをほどいて正しい形に戻すことによって DNA の損傷を回避するという間接的な機能が損なわれるからだと考えられている。ヘリカーゼが初めて報告されたのは1976年のことで大腸菌のトレ遺伝子の産物である。 すぐ後の1978年にはユリから新核生物で初のヘリカーゼが報告されている。実は1967年には大腸菌のレップタンパク質が見つかっているが、これがヘリカーゼだと明らかになるのは1979年になってからのことである。それぞれのヘリカーゼが取る構造や介護数は様々である。 ノブ型のヘリカーゼは、ドーナツ状の6両体で DNA をほどくが、単両体や2両体で活性を持つものもある。ヘリカーゼは単に鎖が分かれるのを待っているのではなく、積極的に鎖を開く働きをしている。しかし細胞内では、試験管内での実験と比べて、非常に高速にほどくことができるので、就職タンパク質が鎖をほどきやすくしていると考えられる。 ヘリカーゼの一時構造にはいくつか保存的なモチーフがあり、それぞれ ATP 結合や ATP 加水分解、核酸への結合、核酸上での移動などに関わっていると考えられている。逆に多様性のある領域は、それぞれのヘリカーゼ特有の機能に関わっていると考えられる。ヘリカーゼおよびトランスロケースは、 こうしたモチーフの有無などから分類されており、以下のような6つのスーパーファミリーがある。最初の2つは、基本的には、単量体で機能するが解合して協調的に、働くことができる。残り4つは、ドーナツ状の6量体、または12量体で機能する。すべてのスーパーファミリーに共通するモチーフは1、H1、A2、H2、B6、R の3つである。 ありがとうございます。